はい、聞こえますでしょうか。足場の工事始まりました。外側の、まずね、外側のね、足場の工事始まりまして、こういう状態でやっております。今日はね、朝からちょっと挨拶だけさせてもらって、で、まあ、ちょっと立ち会いですね、スタート時のね。で、今、状況ね、ちょっと、聞いてもらおうと思いまして、足場の工事の方がね、今始まってきております。これから2週間ほどですね、工事の方、続きまして、リフォーム工事の方続きまして、で、しばらくね、収録環境がよろしくないということになりますんで、お休みする時が多々あるかもしれませんけれども、あらかじめご了承ください。よろしくお願いいたします。どうもどうも、まさとです。響きワールドへようこそ。はい、ということで、今回は第2拠点から、お送りしたいと思います。今日はですね、ある場所に、ある場所へとつなぐ、ある場所からある場所へですね、つなぐ作業の方、ちょっとやっていきたいと思います。あ、まあ、わかるか。サムネでわかるよね。ネザーの岩盤の上に、ゲート設置して、オーバーワールドとつなぎたいと思います。ということで、早速始めてまいりましょう。それじゃあですね、まず、ちょっと飛んでいきたいと思います。久しぶりのこちらでございます。すぐ近くですね。こちら、増殖、村人の増殖施設でございます。この間からね、ちょっとまたいろいろ活用しておりまして。で、入りましてですね。こちら。もう変わってますよね。一応村人は増やして確保はしているんですけれども、今回ね、3人ばかし、もう職業付けできております。これね、聖職者さんですね。達人までもう全部持っていっております。3人ね。とりあえず3人です。あと2人ばかし、またちょっと、作らなきゃいけないんですけどね。で、こちらですよ。ネザーゲート設置してます。で、今日はこちらオープンさせて、で、向こう側、ネザーの岩盤の上にゲート設置してつなぐという作業がまずあります。で、一旦ね、ゲート開きたいと思います。はい。で、もう地点の方は先にメモしております。X が295の、Z が484ですね。で、こちら、今、音入ってるかもしれませんけれども、屋根の方のね、工事今してもらっております。で、ちょっと音入りますけれども、あらかじめご了承ください。で、こちら、起点を確認して、じゃあ一旦戻って、ネザーの方に移動します。おっと、危ねえ、ぶつかる。では、ネザー移動します。で、ね。あ、ちょっと、あ、ラグ。あ、ダメだ、これ。ロールバックしてる。ラグいんですよね、この間からね。まあ、多分、サーバーを何かやってるんだと思うんですけど、アップデートのための。準備をしてるんだと思います。アップデート前いつも重くなりますからね。で、こちらでございますね。こちらに上がってきまして、ちょっと変わってます。まあ後でちょっと説明するの分かるか。一応レール設置して向こうまで楽に行けるようにもうトロッコ走らせておりますし、駅ですねをそれぞれこっちとこっちで、あとなんか建物出てますけども、あれまた後で説明します。先に起点ですね。と37の61、まず61目指しますか。 Z ね、ここですね。61で37、ここだ、ここになります。もう一回確認ね。37の61、オフハンドに持ちますね。暗いから。で、ゲート設置します。こっち方向だよね。こうと。
こうですね、1,2,3 で、こここういってで、上がります。で、ここの上に湧いちゃうので、これでゲートは OK ですね。湧いちゃうのでハーフ設置しておきます。こっちか。はい、で座標を消しまして、で次にですね、村人が降りられるように押しておきまして、こうですね。で、なおかつ自分が上がれるようにはしごですね、これ いらないかな、これでいけるか。こうやってこうやれば入れますからね。ただし、ちょっとここ村人が挟まっちゃ、まあ挟まらないと思うけど、こうしとこうか。で、確保できるように、レールを設置しておきます。こうですね。で、こちら側もこうですね。これで OK かな。それじゃあね、オープンします。じゃあ向こうちゃんとつながってるか確認して、こっち連れていきたいと思います。行きます。つながってるといいな。夜かな。はい、夜ですね。ちょっと寝ます。それではね、ちょっと一人ずつ、無事つながったということで一人ずつ連れていきたいと思います。ちょっと一旦ここにセットして、で戻ってこられると厄介なので、出入りできないようにしておきますね。で、運びます。いってらっしゃい。行きましたね。あ、トロッコも一緒に行っちゃった。で、向こうで今度確保します。下降りてる？降りてますね。こっち側に降りてます。乗りましたね。 OK です。じゃあ一旦ちょっと出しますか。ちょっとこっちに出ておいてもらって、はい、じゃあ次連れてきます。こっちから登れないからこっちだよね。くるくる回ってます。くるくる、あ、ダメだ。はい、乗りましたね。では行ってもらいましょう。行ってらっしゃい。降りてますね。そっち行って乗りましたね。それじゃあですね、今度こっちに、村人連れて行きたいと思います。加速装置つけるか。 2,3,4,5,6 で、こっちとつなぐんだけど、ここに、あ、ちゃうな、ここだな、とここに加速させて、一旦ちょっと外します。で、向こうにね行けるようにします。で、もともと移動用の、レール使って、今度こっちの建物に連れてこようと思います。
これですね、分かりますよね。公益書をここにちょっと作ろうと思いまして、仮にね、ちょっと村人保護用の保護するためにちょっとこれだけ先に作ってます。後でね、また建物の方はねちゃんと作っていく予定です。だからこっちからちょっと一旦延長させます。で持ち上げりゃいいでしょう。でここに入ってもらいます。ではですね、一人ずつちょっと連れていきたいと思います。あ、こっち入れてね。はい、じゃあ行きましょう。私も乗れます。多分うまくいくはずだけどね。で、はい、でここでとりあえずの公益所に入ってくれると思います。でいいかな。一応認識しましたね。でこれ取りまして、でカバーして、これで一応安全は守られると。で次隣ですね。で職業ブロック、はい、入れますね。でちょっと戻ります。一応ねここ、腐った肉を、攻撃できるようにと思いまして、ここにねちょっと聖職者を連れてくることにしました。とりあえず5人いればなんとかなるとは思うんだけどね。行きましょう。はい、認識されましたね。で固定して閉じます。で認識しましたね。 OK です。はい、保護します。でまた次、あと2人、ね、連れてくるので、ここ準備だけしておきます。ですかね。はい、で今のところこれにて OK ということで、でここもちょっと現状回復しておきます。こうですね。はい、で一応レールはちょっとまだ2人運ばなきゃいけないので、このまま残しておきます。はい、ということで今回の作業はこれにて終了という感じになります。また収録外で2人連れてきておきます。はい、ということで今回はこちらネザーの岩盤の上に交易所を設置してみました。これでね、こちらゾンビピグリントラップから出た腐った肉ですねを攻撃することが、この場で攻撃することができるようになりましたということでございますね。この他にもですね、あと革細工とか、あと肉屋も連れていきたいなと思っております。まだまだここね、やれることがいっぱいありますね。はい、ということで今回はこれにて終了したいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあね。